おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。つくばエクスプレスのプラレールを入手しました。残念ながらあるはずのお顔がありません。当初の予定では東武6万系を作る予定でしたが、横浜駅をプラレールで再現したくなったので、プラレールで発売されていない、横浜市営地下鉄ブルーラインの 3000R 型を、プラレールで作ってみたいと思います。では、行きまーす。1ミリプラ板と、0.3 ミリプラ板を使い、1ミリプラ板で、前面と、側面を、大体でカットします。上側を丸くして、同じものをもう一つ作ります。0.3 ミリプラ板では、窓枠を作るので、窓とライト部分を、カットします。これをもう一つ作り、1ミリプラ板の上に貼り付けます。他のパーツを、組み立てて、形に納得ができたら、接着剤や、パテを使って、前面の丘を完成させます。続いて車体の改造です。つくばエクスプレスの窓を、1.5 ミリ角棒で、格下げし、接着させます。シール剥がしで、側面のシールを撤去します。パンタグラフやクーラーはノコギリでなどで撤去し、プラ板で塞ぎます。パテとヤスリで屋根や、側面の形を、整えてあげましょう。サフを塗って、そこまで傷が目立たなければ、以前紹介したエバーグリーンの凹凸のあるプラ板を、屋根の幅に合わせて、カットします。スイッチが入るところもカットしたら、屋根に接着させましょう。パテで銀座線のクーラーを複製し、プラ板を、その下に貼り付け、屋根を少しばかり切り取って、クーラーを取り付けます。先頭車はモーターとぶつからないように、調節しながらやっていきましょう。前面の顔を、車体に接着させます。上部分の隙間は、パテを持って、乾燥後に、ヤスリがけをします。屋根のデコボコのプラ板を、前面上部分に接着させたら、サフを吹きかけます。車体はミスターカラーの8番のシルバーで塗装。屋根はミスターカラーの13番ニュートラルグレーで、塗装しますが、クーラーだけは、ミスターカラーの8番シルバーを使用すると、プラレールっぽさとリアルさが両方出ます。前面の窓部分は、タミヤカラーの14番ツヤありブラックで塗装。濃く塗るとラッカーなので削れていきますので注意が必要です。マスキングテープを全部外し、車体の帯のシールを印刷。窓枠や、車体の側面、行き先表示とアマリン、そしてライトのシールを貼っていきます。最後に台車を取り付ければ完成になります。どうでしょうか？横浜市営地下鉄ブルーラインのプラレールです。同じ容量で3000型の違うものも作れそうですね。他にも改造してほしい列車がございましたら、ぜひぜひコメント欄にて受け付けております。自分のリクエストが通らなくても、泣いたり騒いだりしない人だけ、走行動画をご覧ください。
care.